私はできるだけ国内でもまた国外でも災害の現場に自ら足を運んで自らの目でニーズを確認をしてそして最もふさわしい救援活動ができるように今後も尽くしたいというふうに考えております、うん、世界の186か国に拠点を持っておりまして、まあ、世界最大の人道を ネットワークだというふうふに言っておりますそもそも赤十字というのは戦争の犠牲者を敵味方の区別なく助けるという目的で1863年に創設されております現在でも赤十字国際委員会通称 ICRC と言っておりますが世界各地の紛争地で犠牲者の救護活動を行っておりますこのように、えーまあ、赤十字は戦争の犠牲者の救援から始まったわけでありますけれども、まあ、戦争が常にあるわけではありませんから えーまあ、平時にはこの戦時に備えて、えー、救護員の要請をする、あるいはそういう人たちのマンパワー、えーま、を活用して災害の救護に取り組むとか、あるいは医療活動を始める、あ,あるいは、えー、さらに福祉の活動に手を伸ばす、えー、第二次大戦後では、えー、特に血液事業に大変多くの者が変わってまいりました。 私は現在この連盟の会長も務めております会長になって2ヶ月も経たないうちにハイチで大地震が起きまして早速この会長としての手腕が試されることになりましたハイチの首都ポルトプランスにはドミニカからヘリコプターで入りました地震発生からちょうど1週間目でしたけれどもいまだに政府はほとんど機能しておらずライフラインもインフラもすべて壊滅をしておりまして治安の維持もままならないために 目の前に続々と、まあ、救援物資が飛行機で入ってくる、えー、しかしそれが自分たちのところに届かないということで、えー、被災者は、えー、非常に苛立っていましていつ暴動が起きてもおかしくないと、まあ、そんな状況でございましたこうした中で、まあ、現地のハイチの赤十字は、えー、この首都だけでも2 0 0 0 0 0 0人のボランティアを、えー、抱えていまして日常的に地域に根ざした、えー、活動を展開したということがありまして住民からもまた政府からも非常に、えー いい信頼を得ていました多くの救援団体が、えー、特にまあ外国から来た救援団体が、まあ、土地勘もなくてまた治安上の恐れがあるために、えー、なかなか被災者に近づけない、えー、その中で、えー、配置の赤十字は割と自由に動くことができるようでありましたこの例のように、えー、各国に救援の受け皿となる赤十字社があるということが、まあ、他の援助機関にない赤十字の強みではないかと思っております これまでに世界中35か国の600人以上の赤十字関係者がハイチでの活動に従事をしておりますそしてポルト・プランスをはじめ各地で18万人を超える被災者へ食料を含む救援物資を配布したほか110カ所の給水所で毎日30万人を対象にこれまで1万7000トンの飲料水を提供しております また、日赤の医療チームを含みます、えー、赤十字全体で延べ1万3000人の、えー、負傷者を治療しております。また、約70か国の、えー、赤十字、あるいは赤新月が、えー、募金活動を行っていまして、えー、これまでに、えー、分かっているだけで大体600億円の、えー、募金が寄せられているということであります。国際社会かからのの反応はは非常に素早くて、かつ大規模なものでありましたが、それはかえって 大ききな混乱を引き起ここしていいいるるということとうも言えると思います復興の一番の大きな問題はもともと配置が非常に貧しい国であったということであります、えーまあ、建物が非常に密集して建てられていますししかも非常に脆弱であったということがあります今回の地震とほぼ同規模だった阪神・淡路大震災での死者は6000人余りですけれども配置では20万人以上が亡くなったと言われておりますこうした状況であれば えー、復興というのが元に戻すということでは元元通りのまず、えー、い状態に戻すということにしかなりませんのでビルドバック・ベターという表現を使っておりますけれども、まあ、よりよく立て直す以外にはないというふうに考えておりますそのイニシアチブを誰が取るかというのはこれから大きな課題かと思いますけれども、まあ、いずれにいたしましても、まあ、世界中が関心を持って、えー、この復興に取り組むだろうと思いますので、えー、そのコーディネーションをどうするか。 ということがこれからの大きな課題になってくると思います。